皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。英語が10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにする動画、英語基礎練習問題の3回目です。括弧内の語を並び替えて日本語に合う英文を作りましょう。括弧1、私は音楽が好きです。私は音楽が好きです。括弧の中には Music I like が入っています。英語はまず主語から始まりますよね。この中で主語になるのは私ですから、 I が一番前に来て、でその次に述語の部分、動詞ですね。動詞の部分が来ます。好きですという部分ですから like が2番目に来て I like、 そして最後に music、 ね、ピリオド忘れないでください。 I like music、 I like music、 これで完成です。括弧にビルはアメリカ出身ではありません。ビルはアメリカ出身ではありません。括弧の中には is fromビル、アメリカ、ノット、こうなっています。主語はビルですから、ビル、これが一番前に来てビル、そして動詞は is ですよね。 is be from でどこどこ出身ですけれど、出身ではありませんね。出身ではありませんって否定文なので be 動詞の後ろに not を置いてビル is notFrom America で、ピリオですね。 Bill is not from America、 Bill is not from America、 これでビルはアメリカ出身ではありませんという英文が完成します。3番、あなたは毎日数学を勉強しますか。あなたは毎日数学を勉強しますか。括弧の中の単語はEvery, math, do, day, you, study、ね、Every, math, do, day, you, study、 こうなっていますよね。で、主語はあなたはですから you なんですけれど、勉強しますかと質問の文章、疑問文になっているので、最初に来るのは do、 これです。 doそして主語の you、 そして実語にあたる動詞勉強するという do、 you study何を勉強するかというと数学ですから do you study math、 そして毎日という everyday、 question mark、 Do you study math every day? Do you study math every day? ね、これで英文が完成しました。括弧4、これは私のカバンです、ね、これは私のカバンです。括弧の中の単語は back、 this、 my、 is、 こうなっていますよね。主語はこれはですから、この中のこれはという単語は this ですから、 this から始まります。 this、 そして動詞がいきますよね。動詞はここにある be 動詞ですから is、 そして私のカバンと my bag、 this is my bag、 this is my bag、これは私のカバンですという意味の英文です。ジュディがケンにアオイを紹介しています。会話文を読んで質問に答えましょうと。では意味を確認しながら会話を読んでいきます。まずジュディがケン、This is アオイ、ケン、こちらはアオイです。 She's my friend、 彼女は私の友達です。She lives in Iwata、 彼女は岩田に住んでいます。そうするとケンが Hi Aoi、 こんにちは Aoi、 Nice to meet you、 はじめまして
ジュディが今度葵、This is Ken。 葵、ここにいるのが Ken です。 He's my classmate。 彼は私のクラスメイトです。そうすると葵が Hi Ken、 こんにちは Ken。 Nice to meet you too。 こちらこそ初めまして、と、こんな風になっていますね。では意味が分かったところで英語の部分だけを読んでいきます。ジュディが Ken、This is Aoi. She is my friend. She lives in Iwata. とケンが Hi, Aoi. Nice to meet you. このジュディが Aoi, This is Ken. He's my classmate. Aoi が Hi, Ken. Nice to meet you too. このようになっています。で、質問を見てみましょう。質問はWhere does Aoi live? Where does Aoi live? Where? ね、ここで始まっているということは場所を聞いてるんですね。どこと聞いてるんですけれど、Where does Aoi live? ですか。どこに Aoi は住んでいますか。こういう質問です。これはジュディが Aoi を紹介している文の中にあります。ここですね。She lives in Iwata。 この文章がそのままここに入ればいいわけです。ですから She lives in Iwata、ね、こうなりますね。 She lives in Iwata、今回は英語基礎練習問題の3回目でした。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。